陣営を選んでください。ふん、貴様が橘か。腕はいいと聞いているが、どれほどのものか。知っての通り、ティターンズはエリートの集団だ。負けは許されん。ティターンズの名を汚さぬよう、せいぜい頑張ってもらうぞ。任務が下りました。本校シティに逃げ込んだエウーゴの主力艦、アーガマの追撃に協力します。香港。聞いたことがあるわ。老将会だったかしら。エウーゴとカラバンの裏で協力しているらしいって。はい。領商会によってアーガマが保護されているため、なかなか敵を捕まえることができないようです。じゃあ俺たちの仕事って？サイコガンダムが領商会の施設を壊します。そうすればエウーゴ、カラバがモビルスーツを出してくると予想されますので、それに応戦することになります。マジかよ、ひでえ作戦だな。サイコガンダムには香港に近い村雨研究所出身の強化人間のパイロットが登場しているとのことです。これを支援して敵を撃滅してください。強化人間、実験台というわけね。なんか嫌よね。確かに気が進まないな。だがティターンズに入った以上は上の命令に従うしかないさ。では橘隊、出撃準備だ。ユニットを選択してください。してください。この設定で出撃します。私たちが尻拭いか。ほう、出てこなければやられなかったのに。直撃させる。え、マジかよ。当たるよ。戦闘エリアはカミーユ、下がれ。それ以上は無理だ。チキシオ、絶対に迎えに来るから。
混乱は収まったようです。サイコガンダムのせいでめちゃくちゃになりましたが、ひとまず作戦は成功です。強化人間ってのは恐ろしいな。新しいカードをゲットしました。キャラクターを成長させてください。隊長、昇進おめでとう。宇宙世紀0087。香港シティでの騒動は痛み分けに終わった。地上で活動するエウーゴ、カラバを掃討するため、ティターンズは強力な強化人間パイロット、モビルスーツを次々と投入していく。だが、カミーユビダン、アムロレイをはじめとするエースパイロットたちの抵抗を受け、戦果は思うように上がらなかったのである。その間に宇宙での基盤を固めるパプティマス・シロッコとハマーン・カーン。戦いはこの二人にクワトロ・バジーナを加えた新しい三人の指導者を中心とし、宇宙へと戦場を移していくのだった。
Don't worry your pretty little head over it, Tron. We tried our best, but sometimes your best isn't good enough. We lost fair and square.